研修って聞いてたけど、これは一体何の研修なのかな。おもちゃの船を浮かべて水着の中にイカを入れるのが研修。クワバトン。こんにちは車掌さん。プレイマリンのお猿さんとはもう会えたかな。クワンの灯台に来てくれればたくさんのお猿さんがパンパン手を叩いて出迎えてくれるよ。猿もいいけど、研修なら洞窟探検もおすすめだよ。スカンダ洞窟まで来てくれたら僕が案内してあげる。スカンダ洞窟になんて行っちゃダメだよ。あそこは立ち入り禁止区域。怖い傭兵がたくさんいる。だからお猿さんを見に行こう。立ち入り禁止っていうのは地元の学校が決めたルールだろ。それに僕が一緒なら何も問題ないさ。だってあそこは僕の家なんだから。お猿さん、スカンダ洞窟。灯台もスカンダ洞窟も行かないよ。ここからどんだけ離れてると思ってるのさ。っていうか二人は何しに来たの。今日はフレイマリンの海軍に用があったんでしょ。あ、そうだそうだ、大事なことを伝えに来たんだった。クトラの顔を見るとつい忘れちゃう。大事なこと。まあそんなに大したことじゃないよ。ダメ、バトゥの大したことないは信じない。海上のゲームが観測されたんだよ。どこが大したことないのさ。めちゃくちゃヤバいやつだよそれ。今のはクアンの言い方が悪い。正確には海上のゲームによく似たものが観測されただ。ここの沖合に小さな島があるだろ。あそこで急速なゲームが発達した可能性があるんだ。今は落ち着いているみたいだけど、昨日の夕方くらいからあの辺一帯に霧が立ち込めた。昨日の夕方、私たちが着いたのもそのぐらいだったよね。海上のゲームそのものが超レアケースだ。万が一そうだとしてもこんな浅瀬に発生するものじゃない。多分あの島で何かあったんだよ。海上のゲームなんて沖で遭難した船がごく稀に見る超常現象みたいなものだからね。他から観測できるような現象じゃないよ。その実態を調査しろっていう緊急命令が出たのさ。まずは海上のゲームかどうかを確認しなきゃ。でちょうどいい場所に特鉄隊の精鋭部隊が研修をしているから協力してもらえってね。まあ思っていた研修とはちょっと違ったけどね。それに関しては何も反応できない。でも私たちがいてよかったよ。フレイマリンの海軍じゃ大規模なゲームへの対応ができないだろうからね。車掌さん、みんなを集めて作戦会議しよう。クアンとバトゥーにも協力してもらうよ。二人がいれば心強いもん。もちろんクアンはオッケー。強いやつと戦えるなら僕はどこにだって行くさ。会場のゲーム、他のゲームと似て異なるものっておばあちゃんが言ってたっけ。絶対に上陸させるもんか。